あれ、聞こえない。皆さん、こんにちは。こんにちは。今の司会をやってくださった近本さんも第1回からやっております。何人かの人が第1回からやってます。それから第1回の時に赤ちゃんだった子が今成長して、今日ジュースと、あ、ジュースじゃないね、飲み物とおにぎりを配ってくださいました。翔ちゃんです。よろしくお願いします。17年という年月は本当に長いようで、あっという間の時間でした。小さかった子供が今大人になって、たくさんの子供たちがスタッフをやってくれてます。ありがとう。そんな形でこの芸術祭がつながっています。本当にたくさんの方々の協力ありがとうございます。昨日夜私フェイスブックでちょっと書いたんですね。昨日ちょっと大変だったんです。私、先住民族広場っていうのを向こうでやってるんですが、ティピというインディアンのテントを建てるのに大きな竹を15本運ぶんですね。その時にもう去年使ったのだからドロドロだったんです。それを拭いて出して、もう半分はもうダメみたいな感じの、みんな疲れ切って反応だったんですけれども、夜しか運べないということでトラックで無理やりにというか、でもスタッフの人たち本当に心よく運んでくれたんですね。それで自分の1時ぐらいかな、寝る前に、Facebook に向かって、どうして、なぜ芸術祭をやるんだろう、こんなに苦しいことやいろいろあるけれどもどうしてやるんだろうって考えました。その時にやっぱり生きているってこういうことなんだな、苦しいことがあるからこんなに嬉しいことがある、そういう繰り返しが私たち生きていることで、こういうことは未来の希望につながっていくんだなということを改めて感じました。そしてそれでは今はこれは昨日の私の感想です。今日もまた帰ってから Facebook に何か載せようと思います。皆様の気持ち、私の気持ち。それでは第1回からずっと続けている自然への感謝の祈りを捧げさせていただきます。これはニューヨーク州のイロコイ連邦にずっとずっとつながっている、誠にやると1時間以上かかるんで、もう2分ぐらいにまとめて目を閉じて自然の音を聞いてください。自然への感謝の言葉。私たちを支えてくれる母なる大地に感謝します。私たちの渇きを癒してくれる水に感謝します。私たちの病を治してくれる薬草や命を育むお米や野菜など全ての植物に感謝します。美しい歌声を聞かせてくれる小鳥たち、生きる血を与えてくれる動物たちに感謝します。4つの季節を与えてくれる風に感謝します。暗い夜道を照らしてくれる月や星に感謝します。毎日暖かい日差しを与えてくれる太陽に感謝します。最後に私たちに全てを与えてくれる大いなる自然、グレートスピリットに感謝します。私たちの命は全てつながっています。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは本日ですね、1日、たっぷりですねこちらで遊んでいただいて、またこれから2ヶ月余り続きます、アートラリーにも、ぜひ、ご参加いただきたいと思います。本日はありがとうございました。それでは創造司会のマイティさんに、引き継ぎたいと思います。ありがとうございました。イエスイエス、近本さんどうも。ずっともうこの方オリジナルメンバーです。この方がいなければ金沢文庫芸術祭ここまでつながってません。近本さんに皆さん大きな拍手お願いします。どうもありがとうございます。どうもです、ありがとうございます。レスペクト、イエス。そういうことで皆さんお待たせしました、金沢文庫芸術祭2015。さあワールドステージの本番の始まりです。まずトップバッターはですね、
空海雪。このユニットはですね、2013